はい、どうもこんにちは、ケイスケです。お願いしまーす。はい、今日もですね、クラロワ実況やっていこうかなと思います。そして私、ケイスケ、ネタ編成のデッキが大好きで、もう全然勝率が安定しないんですね。5連勝した後に7連敗なんていうことは日常茶飯事でございます。なので、もうトロが一気に下がってしまいまして、ああ、やばい、トロ上げなきゃ、どうやったらトロ上がるかなと。考えたところ、ドズルさんのチャンネルの動画、クラロワの実況の動画をですね、一からしっかりと見直して勉強し直しました。ですね、私、ケイスケ、ドズルさんのチャンネル、ちゃんとですね、毎日チェックしております。なんですけども、さすがにやばいなと。ということで、ドズルさんの動画をチェックして、一からですね、でテクニックとかもメモをして、一生懸命勉強いたしまして、バランスの取れた編成、試したところですね、本当に勝率が大安定、もうびっくりするぐらい安定いたしまして、でテクニックとかもですね、結構まだ下手な部分あるんですよ。なんですけども、もう本当にですね、もうドズルさん様々だなと、ドズルありがとうという気持ちを込めてこの動画を作りました。というわけで、ちょっとですね、前置き長くなってしまいましたが、見ていきたいなと思います。色ですね、一応テクニックの方、勉強してみました。はい、まずはですね、相手ナイトとかマスケット重視フグライダー出してきたので、まあなんか一応細かいユニットを出してですね、相手の、敵ユニットの方を処理していきます。で、ここからどうやって攻撃に、組み替えていこうかなってね、考えていたんですよ。で、相手、ネクロマンサー出してきました。なので、こちらはですね、しっかりと防衛ユニット何出そうかなって、この時ですね、考えつつですね。で、墓石で一回ターゲット取ろうとしたのかな。あ、違った。ネクロマンサーですね。バーバリアンを出してきたので、ネクロマンサーのスケルトンを先行させる形にいたしまして、そして墓石で相手のバーバリアンのターゲットを取って、そらしたうちにですね、ナイトで相手のネクロマンサーを処理していこうかなといった形で出していきました。で、ちょっと、ナイト、やられてしまいましたが、何度か相手のネクロマンサーを処理いたしまして、で、防衛に使ったネクロマンサーをしっかりと攻撃に変えていこうという目的で、ジャイアントを出して、さらに2倍タイムに入ったので、ドラゴンを出して、相手の束を一気に落としていこうといった狙いで、こんな風に攻撃に組み替えました。はい、なんと左の束を落とすことができました。ドズル様々でございます。はい、そしてですね、まあ、あとは、防衛に力を入れていけば、まあ、勝てるかなといった目的で、エリクサー10溜まった状態で、まあ、10溜まったうちに、カード出さないのは、ドズルさんもったいないと言っていたんですけれども、やっぱりちょっと何出そうかなと、ちょっとやっぱ、迷っちゃいますね。テンパっちゃいますが、ここからなんとか防衛することができました。見ていきましょう。まずはですね、墓石がしっかりとターゲット取ってくれているうちに、後ろからユニットを出したりとかしまして、で、さらにですね、ネクロマンサー範囲攻撃でちょっと嫌だなということで、墓石をさらにしっかりと縦にしつつ、相手の時間稼ぎの方を行っております。で、ホグライダー出してきたので、しっかりと対処の方をしていきまして、はい、なんとか時間切れの判定勝ちに持ち込むことができました。といった形で、勝つことができました。ドズルさん、本当にありがとうございます。まだ結構ですね、テクニック的にまだ全然な部分はあるんですけども、本当勉強になりましたね。あ、なるほどなと、理にかなっているなと、感心いたしました。それでは、続いてのリプレイ2本目見ていきましょう。はい、今回は大工の作業場での戦いでございます。見ていきましょう。まずはエリクサー10溜まるのを待って何出そうかなと。あ、相手ジャイアント出した。こういう場合はってテンパっておりまして、墓石をとりあえず出しました。で、エリクサーがしっかり溜まるのを待って、で、相手の出方の方を伺っております。そしたら、相手はネクロマーサー出してきました。なので、こちらもですね、まあ、ネクロマーサーにはネクロマーサーだーみたいな形で、ネクロマーサーを出していきまして、で、相手のジャイアントがしっかりとですね、墓石に向かっていくのを見て、ユニット出そうかなと思ったら、後ろから、ウィザード出してきました。こちらまだ細かいユニットしかいません。わ、やばいなと、大変だと。さらにガーゴイルも出してきました。やばいなと。ガーゴイルをとりあえずドラゴンで処理しようと思ったらあっさり処理してされてしまいまして、とりあえずネクロマンサーを処理する目的でナイトを出しまして、処理いたしました。こんな風にですね、ジャイアントの後ろの方、なんかしっかりとネクロマンサーがこっちの陣地に来るのを待ってナイトを出してみました。そして相手はバルキリーを出してきました。バルキリーでこちらの攻撃側のユニットやられてしまいまして、あ、とりあえず墓石でターゲット取ろうと思ったら取らなかったんですね。あ、やってしまったなと。ちょっとね、ダメージ受けてしまったのがもったいないかなと思いました。で、そして相手はですね、マスケット重視を出してきて、あ、この後何を出してくるか、ドズルさん、しっかりと相手のエリクサーとか、次何を出してくるとか予測しながら、カードを出していきましょうみたいなことを言ってたんですけども、全然それに関してはちょっと慣れないですね。難しかったんですけれども、まあ、なんとか相手のジャイアントを処理いたしまして、で、防衛に使ったユニットをしっかりと攻撃に生かしていきたいなという目的で、しっかりと、
防衛に使ったユニットの前にジャイアントを出してきて、それをしっかりと盾にしつつ攻撃に生かしていくといった形を取ってみたところ、なんとびっくり右側のタワーを壊すことができました。はい、やっぱりドズルさんの動画は勉強になるなと思いましたね。はい、そしたらですね、まあ、あとはですね、左のタワーを落とすか、でもどうしよう、キングタワーを落とすか、まあいろいろ迷ったんですけども、まあなんかアリーナタワーの方を落とした方がまあなんか勝ちやすいみたいなこと聞いたので、じゃあどうしよう、左のタワーを中心になんか攻撃に組み立てようかなとか、なんかいろいろ考えておりました。なので左側からですね、ネクロマンサーを出していきまして、でそして、相手ですね、右側から攻撃仕掛けてきまして、これがねあんまり良くないですね、あんまり欲張るものじゃないですね。ここからですね結構ピンチを迎えます。はい、こんな風にですね、相手結構火力高いです。もうやばいやばいと。で、さらにレイジもかけてきた。あ、もうやばいな、これはと。あ、やってしまったと。変に欲をかくもんじゃないなということで、ちょっとやばくてですね、もう防衛に一生懸命でございます。あ、もうどうしようどうしようどうしよう。やばいなと。ナイトも出して、いろいろですね、防衛一生懸命しております。で、まあなんとかですね、いろいろユニットたくさん出したおかげで防衛することができております。はい、矢の雨も打ちまして、しっかりと相手の攻撃をね防ぎまして、なんとか勝つことができました。といった形で今回はですね、私ケイスケのドズルさんで勉強した編成の方を紹介していきました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。